だからね、昨日も、年末の番組で、はい、品川庄司、はい、品川庄司がね、はい、初恋の人、はい、初恋の人をスタジオに呼んで、藤本さんの旦那さんですか？そうですよね。藤本の旦那さん、ミキちゃん、ミキティー、ミキティー、あ、お前らね、藤本の旦那さんとか言うな、お前ミキティー、庄司でええやろ。ほんで藤本言うたらな、はい、原西とコンビの、ね、藤原の方を連想するからな。そうそう、ミキティの旦那さん、すごい、なんか藤本さん許したんですね。なんかじゃ初恋の人やないか。全然なんかもう、なんか違いますよね。なんか嫌、なんかちょっと複雑かも。初恋やもん、だって初恋は特別じゃない。小学生か中学生か、特別やから別に、あの、そんな、どうでもええやんか。いや、多分話し合ったと思いますよ、絶対家族で。絶対嫌じゃない。ちょっと嫌です、嫌です。やっぱ結婚もしてんのに。いいやん、結婚。いや、なんかだから子供できて、お前もうあいつ30食うとかやろ。いや、それでももし仮に会いに来たとして、なんかちょっと嫌じゃない。今後なんかちょっと連絡とか取っちゃったらどうしようとか。いろいろ結構不安です。だからびっくりしました今。初恋も、ね、向こうも結婚してはんねんね、もう。いやー、ドラマとか見てるとなんか、何がそんな嫌なの。はい、嘘やん。多分ミキティもそういうの嫌がるタイプだと思いますよ。あ、すごい。だから、あの昨日は庄司は言ってないとか言ってましたけども。あ、そうなんだ。まだ、でも、大したことないやないかいう話をしてたんですけど。いや、結構初恋の人に会う番組って死ぬほどあるやんか。はい。でもなんか独身の人がやってるイメージで。そうか。はあ、まあまあ。初恋やからね。初恋やから。小学校6年生やで。初恋だから大人になってるからですよね。あの、あれ、童貞失った人を連れてきて、スタジオに来て、話し合いする、あ、おかしいよ。それはわかるよ。うん、それは。いやいや、そんな人の話、できないじゃん。川崎のルミ子ですとか言うたって、あ、現地名ですけどとか、そんな会話じゃないね。初恋ですもんね。初恋。まあ、ピュアな。初エッチの相手。なんか面白いけどもね、読んで、どうでしたとか言って。ごめんなさい、変なの。もう、ごめんなさい、変なもん振ってしまって。変なもん振ってくれ。いただいてるらしい。ちょっと、伝えた方がええから、こいつらにはね。で、どうなったその初恋。これで、他の曲でもう、何回も探してもらったらしいんですよ。ほんなら、わからないと。はい。相手の。名前も言うてもわからない。名前言って探してるのに、わからないって。はい。で、ずっと庄司が、どう、なんかあったのかなって、ね、はい、そんなにテレビ局が探して見つからないって、いうこと、はい、まあないやんか。テレビの力すごいですもんね。TBS さんにも見つからないと思うんですけども、探していただけますとかいう話になって、はい、すぐ見つかったんですよ、普通に。へぇ、今まで見つからなかったの。昨日やっとこさ、その人がテレビに初めて、はい、もういいだろうと思って出てくれたんですけども、はいはい、そしたら、要するにもう、二人の子供がいて、はい、綺麗な、やっぱり似てんね、ミキティに。すごいそれ。今思ったより嫌ですね。いや、タイプやから知らないじゃないか、人ってタイプ一緒やねんから。難しいな。好きな車を言うたら、もうその男の人がタイプ分かんねえで、女の。そっか。あなた車何が好きって言われて、はい、ベンツのゲレンデとか言うたら、どういうところがって聞かれたら、はい、俺なんか、運転が大変で、ね、扱いにくいけど、正面から見たら目がクリッとしてて、あのヘッドライトね。はい、あ、全部俺女性のタイプやねん。へぇ、俺乗ってんの扱いにくい車ばっかりやもん。あと、アメ車とか、バラクーダ、エルカビノ持ってるけど。じゃあ女性も扱いにくい。にくい方が好きやねんやろな。俺、それを自分が扱いこなした時に、満足感を得るタイプだと思うんですけどもね。ほいで、ほんならもう、その、庄司のことが、大嫌いやったらしく、小学校6年に。初恋の人が。面白い。相手は大嫌い。会いたくもなかった。だから嘘って言ったんですよね。出れませんいうのを、各放送局は、はい、あ、見つからなかったんですって、庄司に。あ、向こうが、出たくないって言ってるのは悪いから。あ、そういうことなんだ。で、まあ、そのスタッフも、ね、初恋で出たくないって、まあ、珍しいらしいんですよ。何の連絡もしない。行方不明にするって、よほど嫌い。だって。なんでだろう。昨日ももう、ね、出てきてくれたんですけど、ほんまに嫌なことされてたみたいで。なんでですかね。要するに、
交換日記、友達とやってる交換日記鍵開けてみたり、彼女がバーっとなんか走り書きしたメモ帳をゴミ箱にしてたらそれを開って読んだり、好きだからこそ裏目に出ちゃったんですね。で、あげる宛てにはあのその子の家に、はい、あの行ってなんかずっとリビングにいる彼女をずっと見てたらしいんですよ。その彼女の周りは、あの、庄司のバカ野郎って、もうみんな呼び捨てで、庄司キモいよねーとか、気持ち悪いって言われちゃった。庄司嫌だよねーとか言って、ね、最後卒業する時に手紙渡したらしいんですけども、うん、それをもう受け取らずに返したらしいんですよ。あれはなんでって、ほんなみんな、庄司のくせに手紙渡すとか言って、もう庄司のくせにとか、もうむちゃくちゃなくらい、くらいというか、モテない小学校時代を過ごして、まあまあ好きすぎてやな、最終的に学校の柱に、その女の子の写真を貼って、喋る練習しとったらしいんですよ。怖い。ほら昨日な客席もドン引き笑いじゃなかったな、もうドン引き、俺ら初恋のあのね人と再会して、あんな雰囲気になるスタジオ初めて見たもん。普通ね、ほのぼのした甘酸っぱい、そうですよね、懐かしい感じの、あの時にね、あの声かけてデートしてたら結婚してたんじゃないかなとか、そういうなんか、すいません、あの時にね、好きになれずにとか、なんかそういう甘酸っぱい、恋って多いやんか。もうドン引き。あれな、お前言うなよ。あれ絶対ミキティに見せたらあかんから、はい、お前らもその放送があるとか、はい、誰かから漏れるん違いますか、これだけやっぱり芸能界広かったら。いや漏れるけども、あれは連れ出しといた方がええわ。あんな少年期すごいさ、ただそのしつこさがミキティには良かったんやろな。あ、そうですよね、すごい、そういう、一途な人が好きだったという。でもクラス全員がドン引きしてるんで、庄司のくせに、ああ庄司のくせに、かわいそう、きつい、庄司だよこれ。おいおい庄司が来たよ庄司がとか、そういう子供だったみたいな。最後の上半身裸でなんか酒飲んでやらなかったら見に来てみたいなこと。それはまあ女の子絶対モテへんよ言って本人もすっごい落ち込んでて、ほんで、すいませんでした、あんなスタジオの雰囲気にしましてってメール来て、いやいや、番組的にはすっごい面白かったから、俺はありがたいけども、お前はどうかな、言ってメールを送ったんですけども、まあ、師匠が喜んでいただいたらもうそれでいいですって言って、結構落ち込んでました。